今日の練習の感想を。今日の感想、練習メニューのところでやっぱり英語が聞き取れなかった部分があって、やっぱ見ながらやってたんで、まあ、ちゃんと 聞いてできるようになりたいですね。最初 あの、ね、ボール回しはやっぱ大変でしたか。はい、まあ、聞き取れないんでやっぱり、まあ、でもまあ見ながらやって、まあ、慣れたところは、まあ、慣れたら、まあ、スピードもアップもできて、まあ、よかったです。シドニーってどれぐらいですか。3週間目です。どうですか最近生活の方は。生活は、まあ、学校と、まあ、夜サッカーでちょっと朝しんどい部分もあるんですけど、まあ、ちゃんとやれてるんで、これからも続けてやっていきます。頑張ってください。はい。